友達に耐える。すみません、はい、この店はゴキブリ入りのラーメンを食わせるんですか？え？ゴキブリ入ってたの？いや、入ってないよ。ただ質問しただけ。この店はゴキブリ入りのラーメンを食わせるんですかって。謎の質問。友達の紹介に耐える。その人は誰？今日は私の地元の友達を連れてきちゃった。紹介するね。エミリっていうの。あ、よろしくお願いします。あ、はじめまして。じゃあ私とりあえずトイレ行ってくるわ。速攻で二人きりにしてくる。あの趣味とかあるの？あ、趣味はシステム工学とかが好きでよく勉強してるんだ。へえ、システム工学。会話広げるのむずい。システム工学って何なの？ああ、システム工学っていうのは布団とか枕に染みついた汗の匂いや体臭を消臭剤を使って取り除いたりしてるんだ。それ絶対システム工学じゃない。それ以外にもシステム工学で禁煙の部屋でタバコ吸ったりとか、金借りてまでパチンコ行ったりとかしてるんだ。それはただのクズ。あー、気まずい。しりとりでもやります？いいですよ。じゃあリンゴ。ご飯。即終わらせてくる。あー、気まず。はっきり言ってくる。戻ってくるの遅い。おそらく姉さきちゃんだい。ん？姉さきちゃんログインになってる。多分台しながらオンラインゲームしてる。あ、さらに姉さきちゃんインスタも更新してる。台しながら自撮りアップしてくる。エミリちゃんいいねしてる。え？今彼氏と食事中。嘘ついてくる。ん？彼氏じゃなくて女友達です。彼女は嘘ついてます。嘘ばらしてる。ん？彼氏に呼ばれたので今タクシーナウ。勝手に帰ってくる。みんな聞いて。最近運動のために自転車に乗ってるんだけど、だんだん速く漕げるようになって、ついにマッハを超えて音を置いてきちゃったの。だから次回は無音でお送りするよ。適当なこと言ってごめんね。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録高評価を。やっぱなんでもないです。